これは蒸発器というものです。作動流体のアンモニアを液体から蒸気に変えるもので、この下の方からアンモニアの液体が入ってきて排水に温められて蒸気としてタービンの方へ向かいます。これがタービンです。でこちらが、発電機です。30キロワットの発電機です。タービンは1万2000回転回ることができます。だいたいタービンの入り口と出口の圧力差が3気圧です。これは凝縮機というものです。アンモニアの蒸気を液体に変えます。タービンから蒸気がこの上の方から入って、冷たい冷媒水に冷やされて液体になって出てきます。これが作動流体ポンプの方へ行きます。これが取水口というものです。海洋温度測定で海水の実験を行うときに用います。ここが大体1日に1万5000トンくらい流すことができます。今久米島の方で実験してますけども、大体同じ規模です。で実際1000キロワット発電しようとしますと、1日に10万トンぐらい必要になってきます。この約10倍ぐらい。このセンターには海洋温度発電以外に、海洋温度発電の復興利用のための研究として、海水の淡水化、水素製造、回収などの研究装置があります。またこのセンターは海洋温度発電と火力発電の2本柱で研究が行われています。ですから火力発電の研究装置もあります。海洋エネルギー全体をの研究をやっていこうということで、いろんな装置があります。この佐賀大学の海洋エネルギー研究センターは全国の共同利用施設ということで、佐賀大学だけの施設ということではなくて、全国の北から南まで多くの研究者の方々が利用するためのセンターになっております。ですから今非常に海洋エネルギーが日本だけじゃなくて世界的なブームになっています。そこの中核的な研究拠点として、このセンターが役割を果たせるようにやっていきたいと思っています。特にこの海洋温度発電については世界で唯一今きちっと動く装置ですし、この装置を今技術移転して沖縄の久米島の方で実証研究を行っています。で実際に今発電した電気が沖縄県の電力に系統連携されています。今我が国で唯一の海洋エネルギーによる発電の系統連携が今沖縄県で続けられています。この沖縄県ではこの実験を成功させて、最終的には1000キロワット、1万キロワットを目指してということで取り組まれてますので、佐賀大学はそういう研究プロジェクトに貢献していきたいと思っています。はい、どうもありがとうございました。